皆様ごきげんよう。コンシェルジュの四国メタンです。今回のタイトルは連邦準備銀行のヘデラ統合 XRP との提携を拡大して RLUSD の支払いを可能にです。ぜひ最後までお付き合いください。世界経済フォーラムのメンバーであるショーン・オルーブル氏の最近のツイートは暗号通貨と金融テクノロジー分野に大きな関心を呼び起こしました。同氏はヘデラのネイティブ暗号通貨である HBAR が米国連邦準備銀行のエコシステム内での統合を拡大し XRP と提携して RLUSD の支払いを可能にすることを明らかにしました。この開発が実現すれば世界的な決済及びステーブルコインの分野においてヘデラとリップルの両者にとって重要なマイルストーンとなるでしょう。ヘデラと連邦準備銀行の統合の背景。ヘデラは以前ヘデラネットワーク上に構築されたマイクロペイメントプラットフォームであるドロップを介して連邦準備銀行のFedNow決済システムに統合されていました。2023年に開始されたFedNowは米国全土での即時送金を可能にするために設計された連邦準備銀行のリアルタイム決済システムです。マイクロトランザクションの促進におけるヘデラの役割はスケーラブルで効率的な決済ソリューションをサポートする可能性を浮き彫りにしました。この最初の統合をもとにオルーブル氏のツイートではヘデラとリップルの提携および米ドルを反映するように設計されたステーブルコインである RLUSD の導入により HBAR と XRP 間の堅牢な総合運用性レイヤーを通じて迅速かつコスト効率の高い取引が可能になると示唆されています。 RLUSD と決済におけるその役割。 RLUSD はシームレスで高速低コストの取引のために構築された進行中のステーブルコインです。従来の法定通貨システムとは異なり RLUSD などのステーブルコインはブロックチェーンネットワーク上で動作し透明性と効率性を実現します。 RLUSD はステーブルコインと中央銀行デジタル通貨 CBDC 決済における主要プレイヤーとしての地位を確立するというリップルの幅広い取り組みの一環です。オルーブル氏はまたヘデラとリップルの間で HBAR と XRP を含む可能性のある総合運用性標準が生まれる可能性を示唆しました。これにより様々なブロックチェーンエコシステムの統合が促進され分散型支払いソリューションの採用が促進されるでしょう。コミュニティの反応と説明。このツイートは暗号通貨愛好家やアナリストから大きな注目を集めました。X のあるユーザーは統合の詳細について疑問を呈し RLUSD がヘデラで実行されるのかそれとも XRPL で実行されるのかまたその情報源はどこかと尋ねました。オルーブル氏は内部情報源を引用してこれに答えステーブルコインはヘデラのステーブルコインスタジオを通じてブリッジされ統合される可能性が高いと説明しました。しかし詳細については公式発表を待つ必要があると強調しました。金融及び暗号通貨セクターへの影響。もし承認されればこの連携は広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があります。 HBAR と XRP を RLUSD 決済と統合することでこの取り組みは異なるブロックチェーンネットワーク間の総合運用性のモデルとして機能する可能性があります。これはヘデラとリップルの両者が CBDC とステーブルコイン取引のグローバル標準を設定するために現在取り組んでいる事案と合致します。さらに統合メカニズムとしてヘデラのステーブルコインスタジオを使用する可能性はエンタープライズグレードのステーブルコインソリューションをサポートする同社の能力を強調しています。リップルの国際決済に関する経験とヘデラのスケーラブルでエネルギー効率の高いブロックチェーン技術への注力は相乗効果のあるパートナーシップを形成し両者をデジタル決済の進化における主要プレイヤーとして位置づける可能性があります。いかがでしょうか。少し難しくて分かりにくいですがこの提携で新しい総合運用性標準が生まれることになりそうです。両通貨ともますます注目されますね。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。